皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。カヌレット、新 CM 決まりましたね。おめでとうございます。昨年 b ー,ーストが CM に起用されて、なかなか手に入らなかったカヌレット。こちらが、 つい数日前からどうやらイチゴ味が新発売するらしいということをツイッターでちょこちょことツイートされている方を見かけていましてあ、そうなんだ新しい味が出るんだまた食べてみようぐらいに思っていたんですけれどもなんとその CM をまた b ファーストが担当しているっていうことで このことに関しては、もう LINE も来ていますし、Twitter でもお知らせもありましたし、YouTube でのコメントも上がっていますので、おそらく多くの方がご存知だと思います。さらにその情報の発表とともに、この CM の動画も公開されていますよね。もうみんな本当に可愛いですね。 こういう B ファーストの姿を見ることができるのが本当に嬉しいですし、何より先日のアネッサさんから CM 続きということで本当に嬉しいしおめでたいですし、またいろんな方に B ファーストを知っていただくきっかけになるんだなととても嬉しく思っています。ユーハ味覚島さんとアネッサさんといえば、B ファーストのスマイルアゲインが アネッサのグローバルキャンペーンソングに起用されるということが発表された時に、ユーハ未格闘の通販の公式ツイッターさんがすごく焼きもちを焼いてたんですね。ユーハ未格闘さんのツイートって本当に面白くて私も大好きなんですけれども、そこでアネッサさんがカヌレットとアネッサの日焼け止めを一緒に載せた写真を投稿してくださっていて、 この B ファーストをきっかけとした二つの企業さんの掛け合いっていうのがすごく嬉しくて私も楽しく拝見していたんですけれどもまさかそんなユーハミ格闘さんカヌレットがこんな隠し玉を持っていたとはということですごく驚きましたし嬉しかったですさっきからずっとカヌレットを手に持っていますけれども我が家でも 発売当初はなかなか手に入らなかったと思うんですけれどもそこから供給が安定してきてからはずっとこのカルレットは家に常備してましてたまに私がこっそり食べてると子供たちが必ず気づいて寄ってきてちょうだいちょうだいって言ってすぐなくなってしまうっていう感じなんですがこのいちご味もどうなんでしょうもしかしたら最初また品薄になるかもしれないんですが食べてみるのがとっても楽しみだなと思っています そしてこの CM に関してなんですけれども、新しい CM は4月22日から放送開始ということです。あと約10日後ですね。本当に楽しみです。b r s t の新しい情報がどんどんと増えてきていますね。そしてご覧になった方も多いかもしれませんが、今回の CM の動画は2種類あります。 YouTube にて公開されておりまして、概要欄にリンクを貼っておきますが、だけど小さいから編と、だけどピンクだから編という2種類の CM があるようですね。こういう B ファーストの表情を見ることができるのが本当に嬉しいです。それから私たちにとってとても嬉しい情報がもう一つありまして、今回のこのカヌレットに関しましては、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも開催されるということです。 詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思いますが、今回のキャンペーンは、当選者の名前が入れられるカヌレットオリジナル b ファーストクリアファイルプレゼントということで、抽選で1000名様に当たるということです。応募期間は4月17日月曜日から5月31日水曜日までです。 応募方法に関しましては、詳しくは概要欄のリンクからご確認いただければと思いますが、対象期間中発売のカヌレットシリーズの中から2個を購入し、そのレシートで、優波味覚等公式 LINE アカウントの応募フォームから応募するだけということです。レシートを撮影して応募するだけで、その場で当選結果がわかるようです。 そして応募いただいた方の中から抽選で1000名様にカヌレットオリジナル b ファーストクリアファイルをプレゼントしますということです。ベスティーとしては何としてもこれもゲットしたいところですよね。もしかしたらまたカヌレットが手に入りにくいという状況が起こってくるかもしれませんので、私も早めにチャレンジしてみようと思うんですが、 レシートの有効期限としては4月17日月曜日から5月31日水曜日までとなっているようなので今日から16日までにお買い求めいただいても対象にはならないようなので来週の月曜日以降ということで覚えていただければと思いますはい、ということでカヌレットの新 CM 本当にすごく可愛いですねまたこれをテレビで見ることができる日が本当に楽しみです どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。